こちらどのような UUV なんでしょうか。こちらですね、あの海底に敷設された機雷を探知するための UUV になります。はい。で、こちらの側方の方にソーナーが、側方、はい、この辺りですね、横を見るんです。UUV の横からソーナーを打ちまして、で海底をどんどん捜索してあ、なるほど。それで最終的に、まあ、捜索エリアを捜索した後に掃海艇に要収しまして、はい、でデータを吸い上げて海底面から取ったデータから機雷を搭乗員が判別するっていう。やっていきます。で、判別した後に相当部、機雷を処分するための資材をまた別途購入して処分する。そういう手順で掃海をしています。海底のどの程度の範囲をマッピングできるんでしょうか。ちょっとですね、そこはちょっと秘密、コンフィデンシャル、はい、なるほど。で、まあ、ある程度の範囲をそうですね、調べて、はい、その情報を送るってことですね。そうですね、情報を送って、まあ、嫌いらしいものっていうのを識別してあげて、はい、処分して、それこそ第二次世界大戦中 の、 その昔沈んだ船の残骸物とかいろいろ海底にあると思うんですけど、はいはい、そういう金属物とは区別できるんですか。ですね、そうですね、結構このソーナーはですね、はい、高解像度で、はい、かなり細かく見えるんですよ。あ、映像で、そうです、映像化します。こんな感じで映像化していきます。こちらの方はちょっと分解能の悪い方のデータなんですけれども、かなり細かくてですね、岩だとか、それこそなんていうんですかね、船がアンカー引きずった跡とかが、はいはい、海底でへこむじゃないですか、はいはい、ああいうものも画像化して見れます。なるほど、はい、そういった形で、はい、これ機雷発見はできるけど、機雷除去はできないですね。これは除去まではしない。除去まではしない、はい、こっちは除去するんですか。いや、こちらも同じです。除去はできない。機雷探知機です、はい、除去できるようになったらいいですね。除去はですね、実は機雷植物っていって消耗しちゃうんですよ。なくなったんですよ。機雷に向けて爆弾を積んで、機雷に当てるんです。で、要はだから、はい、UUV 自体もなくなっちゃうんですよ。UUV からなんか発射してとかダメですか。はい、ですね、今ですね、その相当具っていうのはまたこれよりも安価な、はい、UUV のような形のものを別途作って走らせてやろうっていう。走らせるやつね。これかなり高価なんですよ。探知その走らせるやつはどこから出るんですか。船からですね、陸上から海上から今は多分です、将来的にはですね、 USB に搭載して無人の水上艇、はい、あれに搭載して機雷原のところまで行って、で相当具を撃ってやろうっていうような運用を考えてはいるんですけど、まだ USB がそのシステムまではできてない。相当技術高いですよね。そうですね、ただ そういった無人の相当具っていうのは実は結構諸外国でも慣れてまして、はいはい、それなんていうんですかね、まあ、除去って言えば除去だけど、魚雷って言えば魚雷ですよね。当てに行ってぶつかって相手をつけるっていう。まあ、こっちからそういう見方をすれば、向こうからすればそうだよね。ただですね、全然スピード感も違いますし、はい、要は船に当たるようなスピードを持ってないんですよね。基本 UUV って呼ばれてるのはかなりスピードがゆっくりしたものが多くて、その USB も USB はまあ普通の船ではあるんですけれども、まあ、実際機雷原とかに行くとなりますと、やっぱりうるさいと当然機雷がに触発されてしまうので、ゆっくりだから静かに走らない。なるほど。これどこでしたっけ、作ってるところ川中さん。これは三菱重工。三菱重工さん、はい、じゃあこれ重工さんとフランスの共同開発。そうですね、実際これ今防衛装備庁さん、防衛装備庁とフランスの防衛省。なるほど。こっちは
IHI、はい、こっちは三菱、こっちは三菱重工、はい、あ、そう、間違ったんですね、実際実はこの目玉っていうのは、はい、このソーナーフードなんですよ。ソーナーフード、ソーナー部分、あ、ソーナーが目玉であって、この違う、あの UUV になるところが目玉ではないです。研究開発のソーナー、さっきこの下の部分はフランスで聞いたんですけど、上は日本で、こちらがですね、あの高周波っていうのがフランスですよね。でこちらが実はこちら、あの低周波っていう方が日本製で、あ、重工さん、いや、 NEC さん、あ、そうですね。低周波の方が大変なんですね、難しい、技術的に。そうですね、実際あの低周波を初めて、あの装備品にまで立てたのが、あ、すごいですね。なので要は この技術ができたんで、あの共同研究しませんかって言ったら、日本が求めた、フランスが来た、あ、そうなんですか、それ初めて聞いた、あ、そうなんですか。え、日本はこのステルス機雷探知のはどうなんですか。ステルスは実は、まあ、高周波の方がやってます、はい、あ、日本もやってた、これ、まあ、フランスなんですけど、まあ、実際にあのステルス機雷が見えるかどうかっていう試験までやって、あの分かると思う。あ、フランスの技術で、日本の技術で、両方で、どちらも、あ、そうですね、高周波なんで、フランスの方の技術。あ、なるほど、そうなんです。あ、なるほど、あ、まあ、よかったですね。やっぱ2ついるんですね、そうなんね、低周波、高周波。そうですね、あの海底に全部あの浮かんでるもの、はい、あの見えるものであれば高周波の方が詳細に見えるので、非常にいいんです。あ、なるほど、なるほど。要はあの機雷って放り投げて、はいはいはい、こういう形であの柔らかい土壌だと、はいはい、結構埋もれちゃうんですけど、そうです、そうすると結構あの高周波だと見えなくなっちゃうんで、あ、なるほど、それで埋没機雷の方が、そうですね、実質的に難しい、そういうところも必要になってくる。あ、なるほど、全く分からない。今実際、まあ、戦争中じゃないから嫌いってほとんどないですよね。いや、結構あるんですか。残ってたりも。あ、そうなんですか。重要な。実際分からないところ大きいですよね。でも上方22隻も作るっていうから、相当あれだね、嫌いに力入れるってことですね。結構やっぱり日本は総会相当がレベルが高いです。わかりました。ありがとうございます。勉強になりました。